京林城前駅は岐阜県岐阜市東京町一丁目にあった名古屋鉄道の駅である名鉄美野町線と高見線の二路線が乗り入れた岐阜京林城の最寄り駅であった高見線と鉄名町方面は当駅で乗り換えとなっていたが運賃は一乗車乗り切り制であるため乗り継ぎ先で新たに運賃を支払う形になっていた1911年に美野町線が 美ノ電気軌道の路線として開業する、際、東駅は、東高町駅として開業が認可されていた。しかし認可のみで実際に開業することはなく、時代が下った1950年に、京林場前駅として開業した。開業時は、美ノ朝鮮のみが乗り入れていたが、1970年に高見線の営業が開始されに路線が接続する駅となった。 しかし両線とも2005年に廃止、それに伴い、当駅も廃駅となった。国道248号の東高町西交差点西側に、美野町線の乗り場、同交差点の南側に高見線の乗り場が設けられ、両路線は交差点内で分岐する形であった。ホームは美野町線、高見線ともに相対式2面2線。ただし道路との平用軌道上で、 安全地帯や駅舎等の設備もなく、路面を緑色に塗装してあるのみであった。多賀見線はかつて防線駅であったが、後の増発により交換可能な配線となっている。駅舎はなかったが、分岐、交換の運転係員が常駐し、詰め所が設けられていた。自動閉塞になる前は、スタッフを持った駅係員が道路上を横断し、電車乗務員に手渡しする姿が見られた。 鉄名町駅の一式駅、日野橋駅系統の列車と、新関駅から新岐阜駅の列車は当駅まで、あるいは当駅から続行運転となっていたが、スタッフは必ず最後尾の車両が持たなければならないこと、折り返しと乗り継ぎの関係もあり関系統の列車が岐阜行でも関側であったことから、田上見線乗り場に持ち込まれたスタッフを、 美濃朝鮮ホームで待つ列車に運ばなければならなかったためである。一の壺の岐阜工場には、伊比線の電車も入庫するため、時折、伊比線の電車がここ、競輪場前で折り返していた。岐阜市内線電車の入出庫は、毎日あり、改装扱いの電車が競輪場前まで買おう、出していた。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年史、名古屋鉄道、年、 880ページ。ABC、岐阜のちんちん、電車岐阜市内線と美濃町、伊比、谷組線の85年強度出版社、1997年、219から230ページ。ISBN4 から876700974。水野鈴一、伊藤敏一、清水武氏、名鉄美濃町線の新岐阜直通運転について、鉄道ファン第112巻。 公有者、1970年9月、107ページ。徳田光一、名鉄600ボルト線の配線を歩く席別の、岐阜線と空港線誕生 JTB パブリッシング、JTB キャンブックス、2005年、140ページ。ISBN 978から4から533058837。今尾啓介、日本鉄道旅行地図帳7東海、新庁舎。 2008年、51から52ページ。ISBN 978から4から10から79万25から8。川島慶造、全国鉄道事情大研究名古屋北部、岐阜編1、創始者、1997年、177ページ。ISBN4 から794207964。徳田光一。 名鉄 600V 線の配線を歩く席別の、岐阜線と空港線誕生 JTB パブリッシング、JTB キャンブックス、2005年、102ページ。ISBN 978から4から533058837。電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第473号1986年12月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道。 富ず、名古屋鉄道路線略図。ありがとうございます。